それでは日立選手のインタビューを行いたいと思います。ご質問お願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日立選手、最近3連勝と絶好調ですね。そうですね、怪我明けてから3連勝、怪我明けて2連勝で3KO ですね。調子は絶好調です、はい、しかも全て2ラウンド KO ですね。あ、そうですね、たまたまなんですけど、なんかうまい具合に2ラウンドで倒してますね。2ラウンド KO の男と命名してもいいんじゃないですかね。いや、まあ確かに2ラウンドでほぼ倒してるんで、それはあるかもしれないですね。直近の試合となる、はい、今年の7月ですか、はい、ディープキックの第3選手との試合っていうのは、はい、倒されて非常に見応えがありましたけども。ああ、ありがとうございます。まあ、50分間見てみていかがですか。はい、まあそうですね、なんか1ラウンドちょっとなんか倒されて、まあでも全然ダメージなかったんで、まあそこでスイッチ入って集中できて、まあでもやっぱ思ったのは、やっぱ1ラウンド終わって、まあ、セコンドでこの会長の大輝さんの指示を聞いて、やっぱそこでその通りに動けたら倒せたっていうのがあるんで、それが2ラウンド KO の秘訣なのかもしれないですね。もう会長のおかげもあるわけですね。あ、もうそれはもちろんです。その通りにやればおのずと倒せたっていうような感じですね。じゃあ今回の聖堂戦も、はい、会長の指示通りに動けば同じような結果がこう待ってるっていうようなイメージを抱いてますか。そうですね、まず最初は自分の練習してきたことをやっぱ自由に楽しんで動いて、その中でやっぱ自分の動きと相手の動きで、そこを外から見た感じを照らし合わせてくれるのが、まあ、セコンドの中にアドバイスくれるんで、それで修正していくと、まあ、KO につながる、つながってるんじゃないかなと思います。わかりました。今回の対戦相手である聖堂選手との印象としてはどうなんですか。印象はやっぱり気持ちが強い、タフで、まあ、強い、まあ、ガンガン前に来るんで、面白い選手だなと思います。相性は良さそうですか。まあ、どうなんですかね、相性はでも、まあ、いいとは思いますね。結構、まあ、前にガンガン来てくれるんで、まあ、倒せる場面もいっぱい作れるんじゃないかなと思います。今回も2ラウンド KO を狙いますか。まあ、そこは分かんないですけど、まあでも2ラウンドぐらいは戦いたいですし、まあ、2ラウンドで倒せたら一番ベストですね。ところで最近あれですね、はい、同門のヤーマン選手がなんか覚醒してるじゃないですか。あ、そうですね、今もうヤーマン、まあ、レン先輩なんですけど、ターゲット渋谷今覚醒して勢いがあると思うんで、もうどんどん、まあ、他にもいっぱい選手いるんですけど、今勢いあると思うんで、まあ、注目してもらえたらいいと思います。ヤーマン選手とは結構練習する中なんですか。あ、そうですね、もう普段からもバチバチやってるんですけど、大学のキックボクシング部の先輩で、まあ、本当な 5、6年も殴り合ってるみたいですね。じゃあもしかしたら、はい、あれですか、ヤマ選手のパンチを一番受けてるのは自分かもしれないって自負はありますか。あ、そうですね、間違いなく多分一番殴られてますね。どうなんですか、今ヤマ選手のこのパンチの質といいますか、はい、その破壊力っていうのは。あ、もうそれもう最ここ2試合はオープンフィンガーマッチだったんで、やっぱりそのスパーリングもオープンフィンガーで練習するんですけど、痛いですね、やっぱグローブとはちょっと違うんですけど、ガツガツっていう、でもうブロックしててもやっぱこう手も痛いですし、あざだらけになりますし、外傷がひどいっていうようなイメージですね。だから練習の時もいいスリルで
自分も楽しみながら練習できてます。他の選手とはちょっと、はい、あれですか、パンチの破壊力の質が違うっていう感じになるんですかね。そうですね、やっぱタイミングもうまいですし、やっぱ当てどころもうまいですし、何なんですかね、あと速さもやっぱありますね。あと硬いです。硬いわけですね。そうですね、ガツッという、やっぱ当てどころはいいですね。じゃあその先輩からもいい刺激をもらって、いいバトンをもらって今回のリングに上がるって感じになりますね。そうですね、前回めっちゃいい KO だったんで、ここでまた自分が倒して、でまた次11月14日につなげたいです。まあいい、もう本当にいい刺激をもらってますし、まあ、先輩ですし、やっぱ本当ライバルのような関係で切磋琢磨してやってます。わかりました、はい、じゃあもし今回ね勝ちましたら4連続 KO になりますけども。そうですね、今回同じ日に日立選手が戦ってるスーパーフェザー級の暫定王座決定戦があるじゃないですか。はい、やっぱりこう意識せざるを得ないものはありますか。そうですね、やっぱりもう意識はしてますし、やっぱベルトを取ってその階級一番になるためにやってるんで、まあ、どっちが勝ってもいいんですけど、まあ、自分がもう自分しかもう次の挑戦者はいないだろうっていうような、まあ、内容や KO を見せたいと思ってます。わかりました。では最後にですね、はい、カメラに向かって、はい、日立選手のファン、ライズファンに、はい、メッセージをお願いいたします。10月22日は、自分は蹴りでもパンチでも、まあ、いろんな攻撃で倒せるんで、まあ、どんな展開になってどんな倒し方をするのか、そういったところを楽しみにしてもらえたらと思います。応援よろしくお願いします。